ユキはいなくていいでしょ。もうエナナ、まだ根に持ってるわけ？そんな怒ってると顔シワシワになっちゃうよ。別に怒ってない。ただもうユキはニーゴにいる必要がないって思っただけ。あんなすごい曲書けるなら一人でやっていけるんだし。まあそうかもしれないけど、なんかエナナもちょっと変だな。ま、僕だってそんな調子いいってわけじゃないけどね。みんなそれぞれ悩み事くらいあるわけだし、Kだってエナナだってきっといろいろ。だって本当はKもエナナもアミヤも誰よりも消えたがってるくせに。うん、ユキも本当はずっときつかったんだろうな。え？ユキがいなくなっちゃった日にさ、僕ユキとユキのお母さんが話してるの聞いちゃったんだよね。ユキのお母さん、ナチュラルに価値観を押し付ける感じの人でさ、でもユキは全然気にしてないって感じで受け止めてたんだ。ユキがいいならそれでいいのかなって思ったんだけど、でも世界であんな感じになっちゃってたでしょ。だからユキはお母さんのために無理にいい子になろうとしちゃってたんじゃないのかなって思って。ううん、お母さんのためだけじゃないかも。ユキは周りに合わせて自分を変えてっちゃったのかもしれない。みんなに慕われて誰にも迷惑かけない、みんなにとってのいい子にならなきゃって思って、そういうのがきつくって全部わからなくなっちゃったんじゃないかなって、なんとなくそんな気がするんだ。別に僕はユキみたいないい子ってわけじゃないけど、なんとなくわかるんだよね。みんなに合わせなきゃいけないって空気がすごく苦痛だってことは僕も知ってるから。アミヤでもそういう風に思うことあるんだ。まあね。ってちょっとちょっと、僕でもってどういう意味？僕だってきつい時はあるんですけど。あ、ごめん。でもアミヤって割といつも自由だし楽しそうにしてるから。え？まあそりゃね、人生楽しまなきゃ損だし、いつまでも願ってちゃ楽しくないもん。エナなんだって毎日パーッとやりたいでしょ。まあ楽しくは行きたいけど。でもユキはそういう風にできなかったんだろうね。一人で抱えて限界が来ちゃったんだろうな。だから思うんだよね、もしユキも苦しんでてそのせいでああなっちゃって、それで消えちゃうっていうのは僕はちょっと寂しいなって。僕もう一回ユキと話したいな。あのアンタイトルって曲を再生すればいけるんだよね。それなら。確かにそう言ってたけど、でも肝心のユキがあんな感じじゃ会いに行ったところで。今の音何？あ、オウのユキの曲の更新通知だ。え、また新曲出したの？前出してからそんなに時間経ってないのに。え、何？2曲連続？いや3曲連続？どれだけ曲作ってんの？一体どんな曲？何この曲、これまでよりずっと。うわっ。
ゾワゾワする。やばいでしょこれ。うまく言えないけど、これってもう、もしそれでも見つからないなら私はもう消えるしかない。本気なの？エナナ、アミア、ケイ、ケイ、どこ行ってたの？世界に。え、世界って、あそこに行ってたの？そう。それで決めた。私はユキのために曲を作る。ユキを救いたいの。え？そっか、ミクと話したんだね。本当は消えたいなんて思ってないか。ねえケイ、僕も一緒に連れてってよ。